よし。よう。よう。Thank you.
兄ちゃん行くよ。お兄ちゃんよろしく。それじゃまたね。それでも SAO の中では NPC だって同じ人間で、どうしても二人を放っておけなくて。
太陽のペンダントと合わせるとぴったりくる感じのデザインだね。やっぱり二人は一緒になるのをずっと待っていたんだよ。いつまでも引き裂かれたままじゃかわいそうだもんね。ありがとうお兄ちゃん、私のわがまま聞いてくれて。兄弟だからわがままを言ってもいいの？ほう、妹は兄にわがまま言っていいんだ。そうなんだ。兄弟はそういう関係なんじゃないの？さあ、どうしてでしょうね。同じ場所に置いても何も起こらなかったし。お兄ちゃん、私本当は知ってるの。お兄ちゃんと私が本当は、PC のところに行こう。はい、これが太陽のペンダントと月のペンダントだよ。その二つが、再び巡り合う日が来ようとは。ありがとうございます。早速フェアリーサークルを作ってくだされ。
フェアリーサークル？太陽のペンダントがあった地へと戻り、草花で円形の舞台を形作り、その周りでそれぞれのペンダントを身につけた男女が踊る。さすれば引き裂かれた二人の思いは再び巡り合い、悠久の時を経て結ばれるであろう。そこで私とお兄ちゃんが踊ればいいんだ。他に誰かいるの？心配しなくても大丈夫だよ。ちゃんと私がエスコートしてあげる。なんか素敵なクエスト。私はこういうクエストの方が敵を倒すより好きだな。そうだよ。あともう一歩、早く二人を合わせてあげないとね。